その、バスケね、ワールドカップ、開幕しましたね。その初戦、ドイツと戦ったんですけど、日本が。沖縄でやってる。沖縄で。そ初戦行きましてね、私ね。お仕事で、その、テレビ朝日バスケットファイブって番組、バスケファイブって番組、バスケットファイブって言っちゃったんですけど、バスケファイブお前ずっとやってる番組やろ、お前。 なあ。バスケットにしちゃいましたけど。バスケファイブですね。バスケファイブ。で、行かせてもらって。ねえ、まだ、現地で、こう、ちょっと、取材とかしながら、試合も見させてもらって、みたいな。で、翌日、うん。そのバスケファイブの生放送を、その沖縄でお送りして生放送なんだ。そう、そのまま沖縄でやって。で、終わって帰ってきて。で、その夜に、アメトークの、またこのテレビ朝日じゃ、アメトークのワールドカップ、 バスケーワールドカップ特別版みたいなのがあって、それも一部こう生放送でお送りするつって言って、みたいな。で、その翌日、次第2戦、フィンランド戦、で、えー、ヒビアミッドタウン、パブリックビューイングみたいなね、こうみんなで応援しようみたいなできるとこあんだイベントが、もう一回入ったところにバーッと開けたところ、大きいビジョン置いて席並べてみたいな。すごかった。それのなんかゲストみたいなっていう、もう本当に 元日本代表の選手みたいなスケジュールね、うん、その、解説の <laughs>、解説の人みたいな、うなうん、もうギューってバスケの仕事をなんかさせてもらって、はあはあ、そのパブリックビューイングが、日曜の9時だったの、試合が。はいはい、フィンランド戦ね。うん、日曜の9時で日比谷だから、はあ、まあ、入るんかな、みたいな。あ、はあ、まあ、あんま人いないよね。ね次の日もう仕事だし、みたいな。うん したら結構、その整理券配ってたんだけど、最初、列ができて、みたいな。出てるで、テレビ朝日のそのアナウンサーの方と俺がこう、ちょっと頭出てきて、みたいな。すごく2、300人バーって。で、始まってこう、どうもー、なんつって出てったら、すごいもういきなりこう、なんか、スティックバルーンみたいなさ。はいはいよくあ、るじゃないなんか、バン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 って叩いて大人るやつ。スティックバルーンで全員持ってんだよね。バン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 みたいな。わー、みたいな。ありがとうございます、どって。 で、俺、もう何やっても盛り上がるんだやっぱり。みんなテンション上がってるから。俺のこの、絶対に、勝つんですっていう。何すか、それ。カビラ、カビラ澤部ね。カビラサー部。俺のカビラサー部で、絶対に、勝つんですって言ったらもう、ババババババめちゃくちゃ盛り上がる。かなり緩いな。緩い、もう。勘違いさせる現場だね。テンション上がっちゃってるから、みんなお客さんも。 うわーみたいな。で、そのもう盛り上がった最高の状態で、試合始まって。第1クォーター。日本がすごいんだよ。日本が、もう生きてもディフェンスがすごくてね。リードして。で、そのまま、第2クォーター。始まるね。じゃ第2クォーターでやっぱりそのフィンランドも、強いから。逆転されてしまうんですで、逆転されてそのまま、10点差ぐらいバーって、つけられちゃうわけ。したらやっぱ会場の雰囲気さ。ちょっとこう悪くなる。 うーん。ああ、みたいな。ああ、やばい。そいな。ね、それそれやっぱ、俺が引っ張らなきゃいけない。空気悪くなるない。そのためのゲストみたいなとこもあるしね。声出すわけ。うん。えっばんって。っばんバンバンバンってね、スティックバルーン。俺がもう、誰も言ってないとこでも俺が、えっばんって言うとみんながついてきてくれるの。ああ。っばんバンバンバンみたいな。サーフェについてくぞみたいな。えっばんバンバンバンみたいな。で、ディフェンスの時はね、 ディーフェスバンバンってスティックバルン。で、俺がディーフェスって言うとみんなバンバンって。で、次からみんなでディーフェスって。あなバンバンみたいな。もう、この日比谷はもう、澤部担当みたいなさ。日比谷いろんなとこでやってんだろうけどね。パブリックビューイングで。もう日比谷は俺が頑張らないとみたいな。沖縄に思いが届かない。日比谷は俺に任せろみたいな、もう気持ち。 日比谷支部の支部長に就任してね、澤 <laughs> バスケーワールドカップ、<ー>パブリックビューイング、えー、日比谷支部、<ー>支部長に就任してね、<ー>その時。はいはい、で、バーッと声出し続けね。わ、うん、ーって盛り上がって。うん、で、まあその10点差ぐらいで、えー、前半終了。 第2クォで、そっからまあ、そのハーフタイムになって、うん、ちょっとまあ、おトイレ休憩皆さん行ってください。はいはい、で、僕、僕もちょっとおトイレっつってスタッフさんに、こうなんか誘導してくれて、うん、一般の方だと、あれ、ね、こちらのトイレありますんで、みたいな。うん、そしたら結構エレベーターでなんか上の方、結構上の方まで行って、みたいな。で、帰る時もエレベーター全然、 来なくなっちゃって、みたいな。あっち帰っちゃいましたね、みたいな。ああ、ああ。やばいな。そう。で、やってたらもう後半始まっちゃって。最悪の支部長。最悪の支部長。後半始まって、すいません、すいません、ってペコペコしながら。最悪もうお客さんみんな、うわーってやってる中。すいません、みたいな。何や、あの支部長。言ってたみんななんか小声で。何や、あの支部長。支部長とは言ってねえだろ。支部長としてどうなのかしら。すいません、すいません、みたいな。 で、この、このちょっと遅れてきちゃった分も、より盛り上げなきゃ、みたいな。声出そう、つって。で、第3クォーターね、が、もうちょっとやばかったんだよ。一時もう18点差ぐらい。結構3クォーターの、もう中盤が18点差つけられたら、結構もう、バスケ、えやばいな、みたいな。絶対絶命。そうそう、空気的にもやばい、みたいな。もう、ここ、声出さなきゃ、支部長。頑張るぞって。まだまだこれから いけるいけるいけるって。それ日本だけじゃなくてね。そんなことも言うの言う。もうそのなんか定型のやつだけじゃなくて。うんうん、いけないこれからこれから、うん、まだまだみたいな。そのさ、あの、うん、見てんだろっていうやついないのそんな人はパブリックビューイングには一人もいない。<laughs> <laughs> 騒ぎたいっていうのもあるからね、みんなそういう気持ちね。そうそうもうだから、応援上映だからね、なるほど、応援上映。声出したいから。で、その思いが届いたのが、この、すごい、富永選手ってね、スリーポイントが得意な選手がいるの。遠くから決める選手。が、もうスリーポイント、バサン、バサン。あと、馬場選手っていうね。その人がもう最後、スリーポイントバサンって、3コーター終わる時にスリーポイントバサンって決めて、また10点差に戻して。 すごいんだよ、興奮が。とにかく、自分のさ、もうなんか、湧き立つ内から。うそもう、うわーみたいな。こんな気持ちになるから。すごいね。こんな感じ。本当に、点決められたら、うわーってなるし、日本が取ったら、うわーって、もう、タイガー・ウッズみたいなガッツポーズ。全然、もう、本気のガッツポーズ。うん。みたいな。全員でも、金かけてる人しょだって、その。んなわけない。 日比谷大爆地プロジェクトじゃないですか人のことでよくそんなになれるんですか人のことでなれるんですよ。すぐ抑えられるでしょ、警察に。その、現場を追いされて。放置されて。試合終わった。ミッドタウンを追されて。をいされて。試合終わった途端突入で。なんで試合まで待ってくれるんそれは優しいから、警察もね。うわみたいな。改めて、そうなんていうの サッカーのワールドカップ、うん、野球の WBC とか、にわかだったんだと気づかされるというか。なるほどね。本気で好きなのだと、ああここまで来るかみたいな,な感情が。<ー>俺は今まで別にさ、本気で応援してるつもりだったけどさ、うん、いざじゃ自分が好きなバスケだと、なん,ね、なんかもう、やっぱ違かったね、感情がね。爆発が。なるほど。うわーみたいな。で、 第4クォーター、勝負の。第4クォーター始まって10点差でね。で、こっからも追い上げがすごいわけ日本の。一気にこう得点差1桁に入って、で、どん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 追いかけて、みたいな。もう、ボルテージ曲がって、もう、知らない、隣の、隣の隣の女子とかと、スティックバルーンハイタッチなるほどね。バババババンってやってたら、その女子のスティックが目に入ってた、俺の。なんか勢いすごす 最悪。痛いって。うわ。でも、支部長は我慢。うん。そこで痛いってなったら、士気が下がるから。うん。支部長我慢。痛いけど。痛いけど、固め積もりながら、応援。支部長は。痛いけどって。痛いってなんなかったの痛いってったちょ、っと痛い。ごめんなさい。ちょっと止めてください。止めてください。あいや、大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です、大丈夫ですって。支部長って、いや、なるでしょ、だって。支部長って。大丈夫です。いや、大丈夫ですね。 すごい涙出ちゃってますけど。禁じないから。支部長。ちょっと一旦ちょっと僕離れますんで。ああ、ちょっと支部長って。すごい、士気が下がるから。そうなると。それはなんか、なんとか我慢してさ。そっからもう、河村勇輝っていう選手が、すごかったんだよ、最後。うスリーポイント、バーンバーン。ファールもらいながら、レイアップみたいな。決めて、逆転して、スリーポイント決めて、みたいな。バーガバーガバーガーみたいな会場。お爆発みたいな。で、その勢いで、もう、日本勝利 ああ最終的に10点差。えつけて、勝つっていう。じゃあ20点埋めたってことそう。第4クォーターだけで20点差をつけるって。こんなもう、なかなかない。何やってんのそのフィンランド。<laughs> <laughs> フィンランドも、本気よ、それフィンランドの人たちは、うんうん、いやいや、いや、何やってんのって思っただろうな。<laughs> フィンランドの人たちはもう最悪の気分だったとは思う。それでも二次、だから1次リーグも敗退だからね、フィンランドは。 日本が逆の状態だったら意味わかんないじゃって。うん、ま、地獄のような気分になるだろうね。イングのの人はしょ申し訳ないけどもね。それでもバーンで盛り上がって、もうみんな、俺も、そのアナウンサーの人も泣いて、ええ。お客さんも結構ほぼ泣いてたね。泣いた。うわーみたいな。やったーって。で、試合終わって、その、この前方に MC 宅みたいのがあるわけよ。MC のこのテーブルみたいな。そこで、そう、最後そこ戻って、マイク握り。 やりましたみたいな。うん、歴史的勝利ですみたいな。うん、俺がね。したもバン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 バみたいな。いや、河村選手すごかったねバン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 みたいな。大盛り上、ねうん、で、最後、そのアナウンサーの人から、じゃあ、それでは最後、澤部、うん、さん、コメントなんか、お願いしますみたいな。<お>一番最後、お願いします。うん、って言われた瞬間に、うん、えー、まあ俺もテンション上がってるし、うん、脳内にね、脳内にまずうん、地球に生まれてよかったが出てきちゃった。脳内。<laughs> 関係ないじゃん。陸上とかだろ、あれな。あれ、世界陸上の小田祐二さんね。テンション上がりすぎちゃって、地球に生われてよかったが脳内にまず浮かんだの。はい。パッて。まあ、出てきちゃうのはしょうがない。そう。テンション上がってるしね。これ、さすが意味がわかんない。ここで小田祐二ぶち込んでも、意味はわかんないから、これはやめよう、脳内で。さすがに意味は違うことを言おう。っていう、じゃあ何をっていう、もうこの間、ほんと、 0.7秒ぐらいだよね。はいはい、あるよね。うん、そういう瞬間。よ。脳ミスすごいんだよな。ギャ、うん、ラギャラ、あ地球に生まれてよかったって言おうかな。でも逆に意味わかんないから。うん、違うこと言わなきゃ。そ,うそ,うその間0.7秒。う。で、うわーっつって最終的に口から、うん、みんなに出会えてよかったーって。うん、<laughs> 変な。<laughs> 変な。 な卒業式後の担任みたいなの。<laughs> みんなに出会えて、よかったって泣きながらなんか、変なの出ちゃってああ。面白くもないし。面, <laughs> 面白くもない,カルパな <laughs> ない軽パクリだし、なんか。面白くもないし、軽パクリだし。感動でもないし、別にああ何。何そう。で、一瞬、本当にお客さんも、0.7秒ぐらい曲がって、スティックバルーンバ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 ンみたいな、うん。<laughs> でももう、表情を見ると、スティックバルーンはもうその日さ、体にもう癖みたいになってるから、自動的にバッカバカバカって、機械のようにな。機械のようにでも明らかにもう顔を見ると、風情に危ないから。勝ってない時だったら許されなかった。許されなかっただろうね。バンバンバンまあみたいな。最後、お滑りスティックバルーンだよ、って言った。イベント。そうか。あんなに盛り上がってたね。支部長、辞任して帰ってきましたけども。ちょっと殺されちゃう。殺されちゃう。 ハラチの岩井ゆきです。サービューです。この時間 TBS ラジオから全国19局ネットでハライチのタワーを送りしています。はい、う行きましてね、バスケーワールドカップ。行ってたみたいですね。そう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 。うんえー、最終戦。うん、カーボベルデ戦。行ってまして、そのなんかテレビ朝日に中継のなんかゲストというか。で、行ってましてね、沖縄ね。沖縄でやってたんだ。<laughs> 沖縄の <laughs>、沖縄アリーナっていう。 アリーナでなんで沖縄なんだろうね。なんで沖縄なんだろうね。フィリピンとインドネシア、この3カ国共催なんだけど、まあったかいからじゃないあったかいから。かいからバスケ熱がやっぱりまあ、沖縄一番すごいのよ。そのアリーナもすごいし、施設として。で、沖縄行って、まあ、この会場の雰囲気、やっぱすごいわけ。 うもう真っ赤でさ、うん、赤月ジャパン真っ赤な T シャツみんな着てタオルとか持って。で、その、なんか DJ みたいなのがいいんだよ。うん、会場にさ。なんか言ってたな。で、いろいろ曲流してみたいなのがあるんだけど、そう、試合前に世界が終わるまでは流れて<ー>ブワーみたいな。うん、選手たちがこう練習してるときに世界が終わるまでは流れるみたいな。うんうん、それもう、 めちゃくちゃ歌っちゃって、俺もさ、最高じゃんまあね。そう。みんな知ってるからな。みんな知ってる、やっぱりスラムダンクの。で、もう、俺も結構、結構みんなわーわーしてるからさ、結構の声量で歌ってもバレないっていうかさ、もう、正解がみたいな。結構いくね。そう。俺もなんかカラオケ気分、もう完全に。7000人。 カラカン沖縄、沖縄店、何千人ルームみたいな、もう気持ちは、バーッとなんかみんなに聞かせてるぐらいのさ、それもすごい気持ちよくてね、それが。日本選手たちが練習してる。で、世界が終わるまで流れる。はいはい。で、もうそれだけでこう、すごいな。としちゃうみたいな。この人たちが、俺たちの代表なんだな。みたいな。それだけでちょっと、泣きそうになっちゃうみたいなね。バスケやってた人たちからすると、それは延長線上、 遠いとはいえ、この人たちが代表なんだね。スラムダンクも盛り上がったしな。ね、映画でね。そうね。ハーレムビート要素はなかったんですかハーレムビートの。ちょっとハーレムビート、まあバスケ、人気バスケ漫画ね。うん。ハーレムビート。マガジンにやってた。見てないです、私、ハーレムビート。見てください、ハーレムビート。ハーイムビート。ーレムビート。ハーレムビーハーレムビート。ハーレムビート。ちょっと、すいわかりません。試合が、まあ、こう始まってね、大盛り上がりの中さ、試合始まったら、その、もう日本ペース。 ずっとね。結構こう、今回3勝してるんです、今回のワールドカップで日本。なんか別に大丈夫だったんでしょ最終戦はもう勝てるみたいな感じだったんでしょ最終戦はまあ一応初のというか、まあ隠したみたいな、うん、ランキングとかも。最初フィンランド、ベネズエラにこう勝ってんだけどね。その試合は2試合ともこう、ずっと劣勢で、うん、点差つけられて負けてて、うん、この第4クォーター。うん 1,2,3,4と分かれてるんですけど、はいはい、第4クォーターで大逆転みたいな勝ち方だったんでなるほど。最初のね、2勝は。うん、でも今回は、うん、もうずっと日本ペースで、うん、リードをこう保ちながら。なるほど。でも富永啓生選手っていうね、うん、スリーポイントシュートが得意な。うん、いわゆるもうミッチーとか、<ー>ジンみたいなさ、スリーポイントもう、 6本連続みたいな。外さないみたいな。ボガーみたいな会場もさ。すごいんだ、本当に。本当にジンみたいな1本決め出したらもう。ジン。ジン、そう、そうか、スラダもこいつ。そうねんな。三井みたいな感じ。まあまあ、三井って全然いいんだけど、そう、三井。だから、その、挑発で鼻から鼻血出してる。ない。その時ね。その時ね。だから、その、その時ね。あのあれだろない。あの、練習してるところに殴り込んでくる。ない。 富永選手はもう、父親も日本代表で。もう、なんならもう、エリートでずっと。あ、そうなんだ。それで怪我しちゃって、不良になっちゃったパターン。い。い。全部、全部が全部そうじゃない。そうなスラブダンクじゃないなるほどね。も六6本連バーンつって。で、他の選手もシュートバンバン決めてみたいな。すごいね。すごい良いペースで行って。で、第3クォーター終わって。十八18点差。18点差これはもう、 ほぼ勝てるみたいなもん。こっから、じゃあ最後第4コーターで逆転されるみたいのは、もうまあない。はいはいはい。サッカーで言ったらもう前半終わって、3-0、もう4-0と言ってもいい。じゃあもう、後半つまんねえな。後半つまんねえからね。そうなっちゃうとね。で、だから、だってもう4-0なんて、その、 まず、すごい力の差だしね。そもそもね。そもそもね。40、まあ30。3で冷めるしね。0ぐらいかな。30でももう結構見る気ないぐらいでしょ。だからその4クォーター始まる前に、俺はなんかこう話求められてね。言ったの。でもここから、ひっくり返るのがバスケットですからね。で。だから気を引き締めましょう。みたいな気持ちでこう言ったわけ俺は。 でももう、さすがにこれ、ひっくり返ることはないだろう。まあ、ほぼほぼとは心の中で思ってたけど、ええそうひっくり返ること、ひっくり返るのがバスケですからね、みたいな。で、岩井が言ったように、その、チャンネル変えちゃう人もいるかもしれないじゃん。まあね。そんな点じだ勝ちだろ、つって。それも、なんかちょっと寂しいし、最後まで見てもらうためにというのも込めて俺はそれを言ったの。そもそもその前の試合と前の前の試合でさ、日本が逆転してるわけだからまあ、そうなんだよね。 15点差とかもひっくり返だって、してるからね。先週かなんか言ってたけど、そう、第4クォーターでひっくり返したんでしょそう。だから、本当にないのよ。あんまり。その、十何点ひっくり返すって、な、まあ、そんなないんだけど、それがう続いちゃってる。日本はそれを起こしてきた。だから、まあ、日本も、まあ、可能性なくはないけど。だから、俺はそうやって言って。そしたら、見る見るうちに追いつかれ。気づいたら、5点差 あら、え ?18 点あったんだよ。やば !18 点あったの気づいたら5点差で。日本じゃん。がもう7分半ぐらい得点ないみたいな。ええその1コータ10分よ。うん。10分のうち7分半ぐらい得点しないんだよ。なんでそんなことなそんなことなんてないんだよ。うん。ここまでだってバンバン決めてたんだから。うん。で、もう、やばいやばいやばいみたいな。後に、やっぱりネットの声を聞くと。うん。なんでそんな打ったんだよ、サーベ。 そんな言い方 <laughs> ふざけんなよ、澤部誰なのそれ。言霊まってのがあんだぞ、澤部 <laughs> 言,言われてたらしい。すごい。<ー>でも、それもう言っちゃったからね、俺はさ。まあな。で、昨日、そのポカポカでね、伊集院さん、待って、伊集院さん言って、昨日、その、また月曜、うん、そバカ力でも伊集院さんなんか言ってくれてたんだけど、澤部、うん、ベ君がその、いろいろ、 葛藤しながら頑張って伝えてたと。その、こういう点差がひっくり返るのバスケットですからね、うん、っていうのも、まあ、バスケットのいろんな全ての面を伝えたいという思いで、うん、サービィ君がそうやって言ってね、みたいな。でも、あんまりこう,うマイナスなこと言うのも良、うん、くないみたいな思って、うん、そこを葛藤しながら、うん、あーサービィ君が頑張ってコメントしててね、うん、みたいな。すごいなんかいい、すごい感じで言ってくれてたんだけど、もう実際はもう、 焦りまくっちゃってね。どんどん点数終わった時はさ、もう。やばいやばいやばい。やばいやばい。このままだと俺のせいに考えちゃって。このままだと俺のせいにちゃう。澤部なんて軽く消し飛ぶぞ。こんな日本代表ので。澤部の呪いみたいになったら。そう。やばいやばいやばい。誰かのせいにしたいんだから。負けた時。負けた時ってね。いろいろ考えちゃった。粗品がよく言われるじゃん。競馬で粗品の呪いみたいなさ。粗品が予想したやつ。でもあれは別に粗品が予想して。それ別にみんながみんなの かかるわけじゃないしね。そういうことだよね。そうそう。鉄拳ーン。乗っかんなくたっていうね。乗っかんなくて。自己責任そうそう。でもこれは日本代表のなんかこういう試合はもうわけが違う。うん。サーベェンの呪いみたいになったら、うん。やばい。確かに。そのイメージは避けたいよな。軽く消し飛ぶ。うん。バスケの仕事なんてもう、なくなっちゃうしね。そんな。呪いのやつ。そんなにいたらね。うくないしな。そうそうそう。やばいやばい、やばいなと思ってたら、まあ、なんとか、逃げ切って、みたいな。 そう。最終的には何とか頑張って、みたいな。見てないですか岩井さんそもそも。見てないです。試合は。うん。なんだか。見れる、あの、私あの、環境がないですから、私。ん見れる環境がないですから。なんか、見れる環境がないって。見れる環境ですか見れる環境がないんですよ、私はね。じゃじゃテレビよ。地上波でやってるよ。うん。やってたよ。だから、その、アニメしか映らないテレビ。繋がっては、いるでしょ、なんか、この線は。実写が映らないテレビなんでね。実写映らないはい。サンクチュアリー以外は映らない。 <laughs> サンクシュアリーだけ見れたん、うん、奇跡的に、うん、いや、それだから、すごかった。結局、なんか瞬間最高度 30. 点何パーとか。結構いくね。世帯は、みたいな、そう。うすごかったね。どこ行っちゃうんだろうなその30%って。<laughs> それは、<ー>だから本当だよな。<あ>その人たちをずっと引き続けたままにしとかなきゃいけないんだよね。うんうん、ね今後の目標はさ。半年後に、 30%どこ行っちゃうんだろうな、本当に。30%の、だからず日本最高って言ってた人は、違う競技で言ってんのね。日本最高って言ってんだから。日本が最高であればいいんだから。バスケ最高とは言ってないんだからね。それを逃しちゃいけないんだよね、これからね。でもまあなんとか勝って、歴史的の自力で、オリンピックの出場権獲得して、つってやったーなって、わーって盛り上がって。で、試合後、その、 日本代表のね、うん、トム・ホーバスヘッドコーチ。はいはい。試合直後に、うん、その実況席みたいなの来てくれてさ、うん、解説でそのエボリンってね、マウリエボリンっていう、その東京オリンピック女子で銀メダル取ったバスケの。うん、その銀メダル取った時が、トム・ホーバスヘッドコーチなんだよ。へえ<ー>。そう、それが今男子教えてて。あ、そう。だから教え子がいるからできんだ。うん、そう、そう。 おーみたいな。だって、エブリンとグータッチしてで、俺、俺も何回かインタビューさせてもらったことあるから、気づいて、おーみたいな。で、俺ともこうグータッチしてくれて、で、ピシって俺指刺されて、あなたちゃんと信じてたって信じてたドキッとしたよね。信じてた今も信じてるって言われて、聞かれてたんだの。そうだよ。全部聞かれて、怖ーみたいな。 ね、ひっくり返されちゃうこともありますから信じ、信じてますって大丈夫です。どうしたんだで、もう大盛り上がりの中、まあ試合終わってね。で、俺も会場後にし、バスでさ、移動するホテルまで帰るバスが、そこでちょっと着替えとかをしてたら、スタッフさんが、ちょっと今、選手がコートに集まってるみたいです、つって。もうお客さん全員帰った後のコートに、選手たちが戻ってきて、写真とか撮ってるみたいです、つって。行きましょうってなって。 ダッシュで、バーって行ってさ、コートを行ったら、選手たちがこうなんか日の丸持って、写真撮ったりしてるわけ。で、そこにもうこの記者とか媒体メディアの人もいて、その姿をまた写真撮ったり、映像撮ったりしてんだけど、でもこのコートの中に入って、そうやって取材してるのは、もう限られた、数人みたいな。許された許された媒体。 だから今回だったテレビ朝日とかに行ってるとかなんかな、の人たちだけ入ってる。他の媒体たちは、コートの外からカメラで写真撮ってるみたいな。で、これ、そうかと。これも入ってなんか、写真撮りたい。さすがに無理か。チラって見たら、エブリンはコートの中にでんだよね。それはもうだって、そっち側の人間だからエブリンなんて日本代表だったしね。さすがに俺。 なんと思ってたら、ま、あ渡辺選手、富樫選手、比江島選手、馬場選手、ちょっとベテラン勢が4人で日の丸持って写真撮ってて、うわ、すげえ4人だ、みたいな。で、俺もコートギリギリまで行ってさ、その4人を遠くから写真撮ってさ、なんか気づいて声かけてた。なんかさ、部って気づいて。いやらしいな、お前は。 うわとか言いながら、うぅすげえ。うん、出うわすげえ。スタッフさんとかに話しかける感じで。うん、うわすげえっすね。いや、うん <laughs>。うわいい。うん、で、写真撮ってたら、なんか街にさ、うん、あの、街ですれ違う、うわ、澤部だとか言って、<laughs> うん、<laughs> 気づいてもらおうとしてるやつそのものだよ、うん、<laughs> お前。あれやっちゃうね。うん。<laughs> あれ、やられるさ、やられたらすごい嫌じゃん、街中でね。うん、こっちから声かけるわけないじゃんって思う。そうそう、やる。あれやる。あれやる。あれ、気持ちわかる、全然。うーわって、言ってたら、渡辺優太選手が、さあさあ写真撮りましょうよって、すげえ。言ってくれて。マジそうえ、え、え、えって、え、えって、その、隣にいた入れない媒体の記者の皆さんに、なんか、俺呼ばれて、 ちょ、ちょっと入ります。マウント取ってるわ。俺が呼ばれたらちょっと、すいません。入りますわ。みたいな、なんか。そうさすがなんか偽世タレントだな。そんな風に言ってくれる。違う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 。えトオさんとイクルさんの息子さんじゃない。何しよね何しょ、コートの中入っていや、なんか気使えるんだなと思って。やっぱり。 その同じ芸能人としてみたいなことですそう、息子さんの方だったらすごい優しい人だからね。それやってくれたらけど、違うから。違う。ごめんなさい、ごめんなさい。で、バーって入って、その4人ともう肩組んでさ、うわ、うわ、うみたいな。飛びながら。すごいじゃん。うわ、みたいな、そう。人、なんか、勝利を分かち合えて。まあ、みんなテンション上がってる。テンション上がってる、もう、そりゃ。で、写真撮りましょう、つって。俺がなんかもう、こ きマジその周りを、その4人が取り囲んでくれて、カメラマンの人がなんか、よ撮りますよっ俺の携帯で写真パシャパシャ撮ってくれて、うわーみたいな、ありがとう、おめでとうございます、本当に感動しました、みたいな俺も思いを伝えて、したら渡辺優太選手がね、ボール持ってたのウィニングボール、買った時のそのね、ボール、ウィニングボール。 まあいろいろあってなんか、勝った瞬間のは相手チームに取られちゃったんだけど、ねその。負けたのに、相手チーム負けたのに、初出場だからみたな無理やり奪われちゃったんだけど、まあ一応なんか、試合中何個も使ってるから、その1個渡辺選手持ってて、サーブさん、これウイニングボールです。って言って俺に渡したの。くれるのみたいな。サーブさん、ウイニングボールですって言われて、俺もらって、ええ俺え みたいな。で、俺は、だから、バスケ番組のスタッフさんもいたからさ、目あっちゃって、スタッフさんと。スタッフさんもなんか、それやばいっすよ、みたいな。えすごいよ。えみたいな。って言ったら、もう日本代表選手が、もう上がるよ、みたいな。帰るよ、みたいな。そう。帰るよってなったら、渡辺優太選手が、おざいしちって、ボール取って、ファーって言ってでもそれ、そりゃそうだよねって。 何触らしてくれてただけ触らしてくれてただけだった。ああ。ややこしいことしないでほしい。<laughs> いや、もうそれ触らせてくれるのもすごいサービスだよな、確かに。<ー>今思うとさ。そりゃそうだよねって。でも、<ー>もう、ええうん。俺く<わ>れるんですか<ー>の、顔しちゃった。 バレてるよ、それ。そう。あ、なんか勘違いさせちゃったって。そう、思ってるよね。で、いろんなスタッフさんとも目合って、その顔してんのバレてるしね。ウィニングボールは返したんだけど、俺のその顔もちょっと返してもらいたい。ちょっと、恥ずかしすぎたんだよな、あの顔。ウィニングサーブになっちゃってる。ウィニングサーブになっちゃってる。ゲットした。そうだな。ウィニングサーブになっちゃってね。ウィニングサーブになっちゃったらもう無理よ。うん。あと、恥ずかしい。恥ずかしい。 はず。出ちゃったら恥ずかしかったね。そこまでの人じゃないから。そうそう、とりあえず分かったんだよ。でも、ウィニングボールですって言われたら、そうなっちゃった一緒原一のターン原一のターン見てないね、バスケ。見てないですね。なんか、すごかったみたいなね。やっぱその、視聴率結局ね。 勝つとやっぱこう見る、ね、まあそういう、ね、人ってやっぱりね、うん、結果を残さないと勝たないといけないんだなあまずそりゃ大変だなあなそういうなんかまあ初めてだったこそ何か、まあ、ワールドカップというかさ、うん、そういうのをこう一応こう携わらせてもらった初めてだった からさすごかったよなんかそのスタッフさんがやっぱりその試合遅いんだよ終わん9時スタートとかでさ、うん、11時過ぎ終わってはい、はい、でそっから選手じゃ取材行って記者会見みたいやってとかってなるともう、うん、ホテル戻ったらもう1時過ぎうん、うん、それでもこの演者の俺とかさアナウンサーの人とかが先にちょっとまあ帰れて1時過ぎでしょ。はいはい、でその後俺はさ 沖縄そば屋さんがあってさ、そこで一人でビール飲んでさ、沖縄そば食べてさ、で、ちょっとほろ酔いで帰ってくるのホテルにね。そしてもう2時過ぎ、2時過ぎで戻るとホテルのロビーみたいなさ、フリーで使えるテーブルがバーってあるんだけど、そこにもうスタッフさんがブわーっていて、パソコンずーっといじって作業してて、コンビニのおにぎりみたいな食いながら、そこにほろさ、行きましょう。いい気なもんだな、お前は。 <laughs> ウィニングサーベイがね。ウィニングベイはお前。この良いウィニングサーベイ <laughs> が <laughs> いー。いい気なもんだね。<laughs> 登場してね。本当にさ。おざいすなんつって、うん。で、それの、じゃあ次の日、そのバスケファイブってテレビ朝日でね。うん、やって生、それの生放送。うん、沖縄から。はいはい。生放送みたいな。9時ホテル出発から俺が。うん。 で9時ぐらいになったら10時前ぐらいその会場、うん、沖縄アリーナでやりますみたいな。10時前ぐらいに会場着いたらもうその深夜作業してた人たちがもういるみたいなさ。うん、先にもうほぼ寝てないでやってんだって、うん、そういう。まあオリンピックとかさ。サッカーのワールドカップとかもそういう時はもう寝ずに作業してみたいな。えー、そうね。すごいよね。まあ大変だよね。ねうん。そうねまあ。え、なんか酒飲んでできんの お客さんはできるできる。うん。売ってる売ってる。うん。うん。そうした方がいいよなそうね。だって、まあ、結構この屋台みたいなのも外に出てて、みたいな。キッチンカーとか。で、お酒ももちろん飲めて、みたいな。うん。この間誰が言ってたんだっけななんか、あの、日本の、うん。なんか、 演劇の舞台とかってなんかこうあの上品に見すぎっていうかはあはあんか全部のか飯食ったりとか酒飲んだりしながら見れたりするんだって海外かそういうふうにした方がいいんじゃないかみたいなそうなんだだって演劇集中するためだけに見るっていうのさ なななんんかか限定されない行く気分の時じゃないといけなくないまあまあそうね、うん、よっぽど気持ち作っていかないとねまあ飯食えるし酒飲めんだったら行こうかなっていう人多分多いと思うんだよなそうねうんね感激してその後飯とかだともう時間も遅くなっちゃうしねうん飯食いながらとかは確かにねだからまあなんか宝塚とか飯食いながら見えたんだよな, <laughs> なあれが良かったのかもしれないよね<ー>うん 確かにな<う>昔から歌舞伎とかも食べれたりするのもある、ねうん、あるよね。だからなんか、うん、そんなんでいいと思うんだよね。まあね。なんかちょっとあのなんつうの飯食い酒飲みがてらなんか見て盛り上がってみたいな全部いっぺんにできるみたいな感じ、ね、そうね。うん 演劇、舞台、まあお笑いとかもそうだけどね。まあね。うん、そう。それ、まあ、この売り上げももちろんあるしね、うん、上がるしね。そう。お酒、飯。うん。その中ででもたまにいるんだよね。その小劇団で。うん。うちの公演は禁止ですってい。そう,そうそうそう。 お高くとまってんじゃねえよって。<laughs> 尖り出して <laughs> なるだろうね。そうなってくると、うん、そっちの方が格式高いみたいな感じになっちゃって、<laughs> 工業が狭まってくんだよな。狭まっちゃって。うん。うん、それはあんま良くない気がするんだけどね。うん、スポーツなんてもうそれでいいと思うんだけどね。スポーツなんてとんでもないでしょ、あれ。すごいんだよ。そのラグビーワールドカップとかの。お酒の量。んうん。もう外国人がワーってきてさ。うん アイコンんともう、なんか一人、五六杯自分で持って。あ、そうなんそう。お酒なくなっちゃうらしい、ビール。うん。めちゃくちゃ用意してても。すごい、それの、やっぱりすごいでしょ、売り上げ、お金の。酒の、ね、当てみたいな感じになってるのかななんかその。ああ<ー>、当てとまで言ったらあれだけど。見ながら。うん、そう。まあ興奮するのもセットだもんね。ってなると酒ないとみたいなね。うん、海外、そうだよな。 見せんっていう意識低いよね多分ね日本だとああうんそうだねちゃんと見ろっていうのは強いのねそうそるそうねうんそうねだから人入んなくなってっちゃいそうなのなそうなのかもなだからまあ酒飲んでやじ飛ばして厳しい ダメなプレーした時はね厳しく言って、うん、っていうのがこうでもさ、うん、その選手だってさ、うん、そういう状態だったらさ酔っ払ってるやつの言うことなんか別にさ <laughs> 響かないのがいいだろうって思うら聞き流せるしねそう確かにね、うん、そんな感じだったでしょだってずっとねプロ野球とかもねあ<ー>あ<ー>そうなんじゃないだからそれでなんか同どうこうするのがでもいるだからあれだめだめなんだね うん、そうね。選手に投げちゃったりさ。も <laughs> の投げちゃったり。で、みんなさ、<laughs> 全部のことに思うけど、ちょうどよくできないから。<laughs> 結局そうなると、うん、お酒中止です。お酒禁止です。<laughs> で、今か。あそ,ううそうだね。一周してだな。ほんと、因果応報だな。<laughs> <laughs> そうだね。人間って。 愚<シ>愚かだなに愚かだよ本当に愚かですよ人間ってねひどいですよね。<シ>